浜田卓の俺には仲間と歌がある。ご機嫌いかがですか。レンズフィルムプレゼンツ浜田卓の俺には仲間と歌がある。パーソナリティの浜田卓です。アシスタントの立花しおなです。この番組は浜田卓の俳優活動、ミュージシャン活動の日々、現場のエピソードや楽しいおしゃべり、そしてここでしか聞けない話などを30分間楽しくお届けしていく番組です。はいはいはい、夏だね。夏ですね。で、はい、国立 FM の、はい、夏のオープニングトークといえばうなぎですか。そうそうそう。確か今年はどう、うなぎ食べてる？いや、まだ食べてないですね。もうね、なんか耳寄りな情報があるんだけど、はい、結構ね、あの俺が行くね老舗のお店で、はい、まあ、うなぎどんどん高くなってるじゃないですか、はいはいはい、もう5年前と比べたらもう本当にね、はい、1000円以上高い店もあったりするわけですよ。そんなに変わるんですね。なんだけど、はい、うなぎの話なんですけど、はい、ちょっと安くなってるものがあるのを見つけました。おー、え、何が今安いんですか？かぶと焼き。頭ですか？はい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 。え、かぶとも食べるんですか、うなぎの？あのね、多分、はい、島か鳥取かよりも西に行けば、はいはい、だ九州なんかだと確実にうなぎのかば焼きって頭がついてるんですよ。へー。鳥取で昔食べた時頭あったから。はい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 。頭もついてるの見たことないですね。それで関東はまあ頭外してあって、はい、そうですね。でもそれってさ、それをこう3つとか4つ、はい、焼き鳥の串に刺して、はい、400円ぐらいでその店で売ってたんですよ。へー。それが、はい、今年食いに行ったら、はい、一口に5つ刺さってんだよ。一つお得に。だから関東食べる習慣がないからさ。うーん、あー、残っちゃうんですね。でもさ、なんかその、はいはい、タイのお頭でも、はい、目の周りとか美味しかったりするから全然いいと思うんですよ。はいはいはい。まあね、はい、そんなね、はい、お得な情報もね絡めてね、はい、今日もガンガン行くわけですよ、はい、そんな感じでよろしくお願いします。土曜の夜だぜ、ガンガン行くぜ。はいはい、はい、今日のテーマは、はい、スター FM のレコーディングサンファイナルということで、はい、今日も素敵なゲストに来ていただきました。はい、兄貴呼んでません、まだ。兄貴すべえ。早い。兄貴すべえ。すごい来ますね、今日は。そんなわけで、はい、はい、ジャパンアクションエンタープライズより横山和俊さんにお越しいただきました。どうも、ありがとうございます。どうもね、すいませんね、面倒見てもらって。いや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 、いい場所ですね、ここね。ありがとうございます。、はい、ありがとうございます。で、ガンガン今日も、はい、質問が来ているんで、はい、今日も行っちゃいましょう。はい、マジ前回の最後に読ませていた質問ですね、うん、まだ続いておりまして。あらあらあら。はい、前回読ませていただいたところから読ませていただきます、うん、はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいてます、はい、横山さんには以前花屋敷のプロレスに富永さんと一緒に参加されたと聞きました。その時の逸話を覚えていたらお聞かせくださいって終わっていたんですけども、うん、誰から？ブルースカイさんからですね。ブルースカイ、ブルースカイさん、はい、続きがありまして、また海外でのお仕事のお話、海外での役者さんとのお仕事ならではのお話を聞きたいです、うん、そして任侠沈没では怪談話をされていましたが、横山さんご自身での不思議な面白い話がもしありましたらお聞かせください。はいはい、いつもいつも今度出演されたら自分も質問があるって楽しみに考えていましたけど、うん、目前に迫ると数個しか思い浮かびませんでした。数個でいいですよ。お仕事お怪我にお気をつけて頑張ってくださいということですね。はい、では第一の質問、はい、趣味ですね、釣りです、はい、全然言ってないそれ。趣味じゃないですね、海外ですね。はい、海外ね、海外のお仕事、海外の役者さんね、はい、何年前かな、あのジャッキー・チェーンさんの、はい、新宿インシデントっていう映画の方で、はい、あのちょろっと出たんですよ、はい、ちょっとね、本当にね、ジャッキーが走ってきて、こっちはなんか悪い人たちで、はい、でも僕も日本人役じゃないんで、おーおータイかなんかどっかの悪い、はいはい、ヤクザで、はい、あの焼き栗を焼いてる中で切った腕を入れちゃうみたいなね、ボスがね、でジャッキーたちがグッてやってるところで俺たちがボスを抜いて向かっていくと、ね、そのシーンで、ね、ジャッキーチェーンがうおーって去っていくわけですよ、はい、あの時に、あの抜き方っていうか、あの殺気、うん、あったらこれ怖いのに乗って
本当に威圧してるんだからみたいな、言葉は分かんないんだけど、それが欲しいみたいなことをみんなになんか言ってくれて、言ってくれてっていうか、多分だから僕たちはその現実的にあんまりないじゃないですか、そういうものを、そういう獲物、獲物っていうか武器を持って人を威圧するっていうのは、だから外国の人たちってもそういう危機感も持ってたりちゃんとあるんでしょうね。でそれであのこれちょっと指導してくれた、これ持ってたらこうだろ、怖いだろ、危ないだろ、これを向けたいみたいなことを、オーケーオーケー、そのテンションは分かるの、はい、はいはいはい、オーケーオーケーオーケー、言葉は通じなくても、でじゃあ君もオーケーみたいな、はい、ちょっとだから憧れの人だったんで、憧れですよ ね、 でね、その時ちょうど風邪ひいてたんですよね、ジャッキーもね、はい、で控え室が中華料理屋の2階を使ってたりしたんだけど、はい、だから、ジャッキーさんどうぞみたいなことになって、はい、来るわけですよ、で普通の一般人の人たちも歩いてるんで、はい、交通整備してくれたり、すごい気を使うジャッキーがですか？すごい気がする。すごい。これで肉まんかなんかの差し入れがあったときに、ね、みんなに手渡しとか食わしてくれたり、どんどん手渡して持ってきてくれた。優しいですね。すごい。すごいですね。いやなんかね、可愛らしい。で、風邪、さっき風邪をひいてたって言ったんだけど、風邪ひいてて体調悪かったのかもしれないんだけど、前を歩いてるんですよ。そのジャッキー楽屋から本番っつって、本番、あ、本番っていうか、ね、撮影ですって、はい、そしたら、やっぱり、身体能力のある人なんでしょうね、はい、歩き方がちょっと、ドスッドス、もうその時はいくつだ、50いくつだ、全然違う、ドスドスじゃない、軽やか、軽い、ああ、やっぱり動ける人なんだ。あで僕らはやっぱり動き主体で、はい、仕事やってるんで、はい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 、もう一目瞭然で分かる、あやっぱり動けるんだ、そうですね、もう歩き方から違うんですね、逆に俺たちは分かんないところなんだそうですね、まあでもちょっと僕もあの多少はね、そうやってあの憧れの目があるからそうかもしれないけど、はい、やっぱり、はい、泣いてよかったな、でトミーがねトミーがいればったトミーはいい役やってるんですよ、その役者役でね、それで、うん、トミーさん呼んだ時に、うん、その話もう一回振ります、ああどうぞ、うん、聞いてみて、うんうん、でトミー絡んだ、分かんないけど、うん、じゃあそれはそんな感じ、でもなんかこうスターほど、うんでもその横さんも、はい、俺にとって横さんもそうだし、平田座長もそうだけど、うん、スターほど愛があるのかもしれませんね、一緒なんだろうね、あのいくらスターさんでもあの僕たちちっちゃい役をしてても同じ苦労してるっていう分かってるから、ね、役割というか、そうなんじゃないかなって思います、あいいこと言っちゃった、いいこと言っちゃった、いいこと言っちゃったやっぱな、あのな、はい、サイレンジみたいな怖くとうがな、一番な、こう、いるよ、ここに。いないよ、いない。声だけしか聞こえない。次の人も聞いてくれ。はいはい。人形沈没で怪談話をされていて、はい、ご自身での不思議な面白い話、はい、不思議な体験ですね。体験、はい、体験ってのはね、よくわかんなくて、はい、自分でも、ね、実家が広島なんですけど、はい、広島で僕はやっぱり俺には音楽と友達がいる、で、はい、高校の時にバンドやってたんですよ、はい、それでギターをやっぱりやりたいから、はい、でギター抱えながら寝るわけですよ、一生懸命弾き、ね、コピーながら、はい、そうすると夜中パッと目覚めるんですよ、はい、仏壇があって仏壇の横で人が逆さで見てるんですよ、ヒュッと覗いて、これ言っていいの夏ですから、ね、階段話、あそうなの、はい、俺らね、でも怖くないのこっちは、あれ人がいたと思ってまた寝ちゃう、でもう一回パッと、え人いたいなと思ってもういないんですよ、へぇ、あーなんかでもご先祖かなんか怖くない人なんだなと思って、もう2回ぐらいそれ見たの、ほらあとはなんか子供が騒いでた、ね、なんつうの座敷からしてるな、持ってるんですね、じゃあ持ってない持ってない、霊感的な持ってないよなんでそんなそこは言い張るですね、でも分かんない分かんないけどね、はい、
割と ありそうですね。で面白いのがね、今年あの親父と一緒に広島にちょっと不幸があったんで、はいはいはい、帰った時に、はい、僕の親友亡くなったんですよ、大好きな友達がね、うんうん、本当に寂しくて、はい、でその時に、ご先祖のお墓にお参りに行こうと、で最近見つかった先祖の墓、古い墓、天保何年かの墓を親父が辿ってて、そこにお参りに行った、うん、でそこであの途切れて、その先は途切れてるんだけど、あのお寺が燃えちゃったってことがあって、だから横山じゃなくて柳、面白いね、で写真撮って帰ったの、後で見せるけど、そうするとお墓の上に人が座禅中に住んで、拝み屋さんなんだって、俺のせいで拝み屋さんってなんだって思うんだよ、はいはい、でこうやって拝んで、拝んで見えたところですか。いや見えない、そういうお墓が作られてる、あそういう、何願ったんだろうね、拝んじゃったみたいなね、でそれがね面白いことに、あの役名がね柳のつく役が多くてっていうか、うん、柳とか柳なんか結構あるんですよ、なんかちょっとね、怖かないけど、なんかゾクッとしますね、怖くないけどちょっとなんかね、はい、なんだこれ、まあ中でも守られてるってことじゃないですか、拝まれてる、拝まれてる、拝む側じゃないんですか、拝みたいよねそんな感じです、そんな感じです、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問いってみようか、はい、うん、次の質問ですね、いきます、うん、キャラクロの写真拝見しました、ん横山さん、おひげを伸ばしている理由を教えてください、びっくりしました。それからキャラクロでは何を食べましたか、感想などもぜひお聞きしたいです、ふうりさんからです。ふうりさん、またふうりさんだ、ありがとうございます、ふうりさん、イエーイイエーイはい、キャラクロね、キャラクロって本当に知らなくて、はい、前回も言ったけど、はい、ね、はい、ね、そういうところがあるっていう、で、はい、で何を頼んだかじゃなくて、最初は何、最初なんでヒゲを伸ばしているのかも、もうどっちを喋りたいのか分からないんですけど、ヒゲはね、生えちゃった剃ってないだけですか、いや、梅雨時期なんで、はい、なんか生っちゃった梅雨時期なんで、カビみたいなもんですね、役作りではなかったと、全然役作り、今ちょっとまあ休業な感じなんで、はいはい、生えちゃった、なるほど、なったかなと、まあね、あのお正月なんかね伸ばしてるお父さんとかもいますよね、うん、正月か思うんですか ね、はい、そうそう、まあでも本当にただ生えただけ、あそうです、ね、生やしてみただけはい、こんな感じで、はい、その後のキャラクロで何を食べましたか、ハマちゃんの覚えてると思う、お何を、こてつのチャーハンとかってさ食べた、本当にあれもで、みんなあのアイパッチつけてシャワー撮ってたよね、ノリね、ノリ、しかもあれね、はい、林野くん、ファイヤーエンブレムのライブでやった、はい、林野くんが落ちたノリをつけてたあとショートも高崎くんもつけてた、うんうん、最初に津久井みやびにつけようとしたらつかなくて、サラサラしてんだろうね、肌も、これね、なんかね最初自分で行った時に、はい、あのアイパッチ見て、はい、全然顔より小さいじゃんと思ったんだけど、うん、あなただけ、あ、俺だけかそっかそしたらでもだからなんでこんなちっちゃいんだろうと思ったんだけど、うん、俺が大きいんだみんなに良かったでしょ、うん、みんなはちゃんとね、だって林野くんがつけられるってことはさ、うん、結構大きい人でも大丈夫ってことだよね、だから一応あの同じサイズをいっぱい作ってるでしょ、だから大きい SML 作れよって感じだよね次回からよろしくお願いします SML、LL、3L、OL、4L ぐらいがちょうど、 5L が言ったサイズみたいな、普通の人後ろまで回っちゃうよだファイヤーのなんだっけアヒージョだっけ、あのガーリックの あれも美味しかったね、辛いですね、食べた、あれも食べた、あと何食べた、あとね折り紙サイクロンのクロワッサンとか俺食べてないんだな、あ、ほんと、甘いやつは食べない、甘いやつは食べない、あと何やこれ、ね、このドラゴンキットの、うん、ラーメンっての焼きそば中華麺みたいなやつ、
中華あーあったね、うんうんうん、稲妻チャーメン、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 あれも食べた、うんうん、で それがどうかっていうあれをするわけじゃないいいのね、その味に対してコメントはしなくていいのね、はい、もう忘れちゃったもんでもなんか食べたんだ、みんななんかそのさキャラがついてる、あれチーズだっけ、なんかいっぱいあったよね、うん、あ、これですね、このチーズ、ね、そうそうそう、でみんなさやっぱり、はい、自分のキャラが好きでさ、はい、自分のキャラのやつで写メ撮ってたよね、うん、みんなもらった瞬間に写メ撮ってたね、ね、であとコースターをさ、はい、ドリンクでもらえるから、はい、なんだよこれってあれ何酒入ってないのみたいな全部集めようとすると大変なの、飲めない、あでも結構頼んだな、結構みんななんかおっそり持って、はい、俺らコテツのロックばっかり で、はい、でコテツのコースターがいっぱいなっちゃって、これもコインだけはだからロックバイソンに入れちゃったけど、ははじゃない俺もコテツのアルノンアルコールなタイプいっぱい飲んで、それ何なんですか、だからレコさんが飲んでたのがアルコール抜き、抜きってロッだからあのシロップのジュースってことだ、シロップ、シロップなのグリーンティーテイスト、グリーンティー、グリーンティー、じゃあ2種類あったのかな、1回しか言ってないんです、うん、大丈夫、今調べてるか分かんない、グリーンティーか、グリーン、コテツは芋焼酎だけですね、そうです、コテツは芋焼酎、あ、違う違う違う、コテツのカクテルがあってさ、あーカクテル、あー、うん、え、分かった分かった、正義の壊し屋ね、はい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 、これがだからアルコール入ってないやつやん、これがアルコール入ってないやつ、あ、これ俺頼んでない、俺アルコールしか飲まない笑ってごまかせる。だからそのコテツってやつは俺飲んでて、それで、ね、そのバーに。俺逆に酒はさ飲まないからさ、酒じゃないものはみたいな。酒と仲間と。もうだからそのね。スマホに置けてない。何？置けてない？もう終わっちゃったからさ、だってもうこのメニューないでしょ。でロックバイソンのあの。カクテルかなんかあって、はい、なんかグレープフルーツかが、うん、あのちゃんとキャラクターな形になってる、はい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 、それ2人でさ、西海岸の猛牛戦車ってやつ、それ2人で持ってるさ、あのタイトルさんとさ2人で持ってる写真撮ったよね、撮った撮った、うん、嬉しいね、でもちょっとこれ酒入ってる、はい、入ってるのと入ってないのと言ってるみたいな、ちょっと飲んで、僕は甘いのダメなんでこてつにこてつにしちゃったの、すぐこてつに、はい、吠え叫ぶ嵐が地獄に変わるとも、愛を守るためステルビーデプリンセス、はいはいはい、はい、どうミスター M、 いやーそう芸術的ななんだよ、いや聞いたことないジャンルだったんで、あんまりああいう曲を普段聴かないんで、いやもうギターもベースも作曲も歌もコーラスも俺ですよ、いやすごいですね頑張りましたよ、はい、私もそしてサイレンジさんの華麗なピアノが、はい、おすごかったですねピアノも早いっていうか、 なんか見てみたいですねあれはね、はい、ぜひね、あのミスター M とね、はい、こうミスター M とね、ヨコさんとでね、あ俺喋っていいの？喋っていいっすよ。喋りますよ、ずっと。黙ってて。喋っちゃいけないとこじゃないか。我慢してんの。おい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 。喋ってくださいよ。まあ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 、そんな感じで、はい、あの質問の中、あの途中なんで、はい、それ以降の質問いきましょうか。はい、もう一つですね、はい、質問が来ておりまして、はい。はいはい、ふうりさんからもう一つ、ふうりさんありがとうございます、はい、ふうり
横山さんは筋肉とかすごいと思うのですが、はい、毎日トレーニングされているのでしょうか、うん、トレーニングのメニューなどありましたら教えてください。それから女子にもできそうなもので二の腕や太ももウエストなどのあたりに効くエクササイズもありましたらぜひ教えてくださいということですね。多分ね俺のメニューは合わないと思う、はい、女子にはですか。でもね女子あの筋肉を鍛えると油分がいるらしいんですよ、はいはい、あの筋肉のあの本当に熱が上がると油が減っちゃうんで、はい、だからそう思うと簡単でしょ、うん、やりたい減らしたいところを動かせばいいと、うん、筋肉をつければいい、はい、筋肉をつければ油は減る、はい、なるほど。油さんさようなら筋肉ごちそうさま、はい、こんにちはでいくとこね、はい、本当にあの二の腕が、はいはい、男の人ってあんまりつかないんだけど、はいはい、やっぱやるんならやっぱ二頭筋三頭筋なんだけど、はい、あの鍛えると減ると、はい、どんなトレーニングされていらっしゃるんですか。これはね、はい、まあ、頭の上にダンベルかなんかを置いて、はい、肘を頭の上に置いて、はい、これ見えないでしょ説明で説明で言葉難しい、私難しいです、ね、まだ日本語難しいみたいな、はい、ダンベルかなんかちょっと重いのを持って頭の上に乗っけて、はい、肘は頭の上に乗っけたままあの手だけ、おどうこれ手を上げ説明難しい、上げ下げです、ね、上げ下げするみたいな。タシやってみ、タシやってみ、これでもそれそれそれ、そうそうそう、もっとくっつけて、それそれそれ、もっとくっつけて、もっとくっつけ て, つけ て, つけて、ちょっとエロっぽいね。横さんが喜んでくれれば、はい、そういう問題ですか。タシどこか鍛えたいところってあんの。いやタシ的にはてか ふくらはげが落ちないんですよね、私絶対に落ちないじゃん。あの筋肉もまた落ちにくいん で,、はい、でもふくらはぎを落としたいんなら、はい、やっぱり階段とかなんか段差のあるところで、はい、かかとを落として体重でね、はい、そのままあのつま先で立って、はい、かかとを上げる、はい、最後あんまりやりすぎると病院送りを2人ぐらいしました。あんまりやりすぎるとどっか切れちゃうとかですか。あのふくらはぎが筋肉痛になっちゃう、はい、痛めちゃって痛くちゃう、痛くなっちゃう、逆に悪かったりする、はい、だから毎日してください。はい、短い期間でいい、毎日続けるってことがいいことじゃないかな。喋、はい、れねえよもう。まあまあまあね、印象にならないぐらいでね、そうですね。だからなんか歌とかね、はい、あとこうセリフでも、はい、あの毎日練習してほしいけれども、はい、ポリープにはならないでほしいと。あ、はい、の喉には、うん、ね、ね、だからやっぱりちょっとね、はい、ちょっと疲れたかなぐらい頑張るのはいいけれども、はい、痛いなはやっぱダメってことですよね。あ、なるほど。こうね、ベースの先生にね言われたのが、はい、浜田君とベースの先生はね、あ、違う、俺の先生は膝は達彦っていう先生でね、はい、膝は達彦さん、うん、本当のリアル膝は達彦のモノマネをすると、ははは浜田君ベースはね、どう思ってんじゃん、どう思ってん。いやもう、このね、チョッパーのベースが、はぁ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 、浜田くんぐらい叩くから、チョッパーがペメメメなんから、すっごい人なんだけど、全然すごいのが分かんない、それ。まあ、でもその先生に言われたのは、とにかくもう超人的なチョッパーのプレーができる人で、言われたのが、ベースっていうのは、やっぱ太くて痛い楽器だと。はい、筋肉痛も痛いし、豆も痛いと。でも筋肉痛で痛いのも OK で、豆で痛いのも OK っていうか、我慢しろと。でもそれ以外の関節が痛いは絶対アウトだから、そうしたらフォームが悪いから、ちゃんと関節が曲がる方向に曲がってたら炎症とかなんないけど、逆に曲がるとすぐ人間の関節って悪くなるし、変な方向で頑張ってんだね。そう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 、だから早く見極めろと。そう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 、だから筋肉痛はいいけれども、豆はいいけれども、それ以外は絶対に。いや、なんかチョッパーもチョッパーだこうっていうぐらいで、豆を育てて強く叩けるように。豆を育てるってすごいね。すごいですね。いやもう豆が固く、ワンピースかチョッパー。豆が硬くなってさ、武器みたいになるんだよ。うーん、なんかね、手がね、だんだんね、石みたいになっていって、全然、だからなんていうの、指で引くっていうよりは石で叩いてるみたいな、カンコンカンキコンカンコンコンカンっつってね、うんうん、
ベースのさ、はい、チョッパーって知らない？わかんないですよね。弾くんだけど、はい、パインパインとね。弾くことをチョッパーって言うんですか？まあまあ、そうそうそう、はい、チョップする、チョップするってこと。チョッパー、あー、そういうことなんですね。チョッパー、うん、はい、だからもう本当に、はい、うちの先生は、はい、クレイジーななんか練習の仕方してて、はい、あのタイヤ、なんとか自転車のチューブつけて、はい、あの大リーグボール養成ギブスな、チョッパー養成ギブスみたいなの作って、やってた。すごい、うん、で弟子の何人かもやってみて、はい、やっぱそれやるとちょっとなんか開けるっていうか新しくできるような感覚があるのよ。いや、ヨコさんさ、笑ってるけれども、はいはい、いや、すごいな。縦でも、うん、さ、その、木剣でさ、打ち合うのと、竹道で止めるのと違うじゃない。だもっと、もっと言っちゃう、巻き殻、ザバって切っちゃうさ、いやいやったことがある人、全部、刃が違うじゃない。あ、ね、切るのと止めるっての違う。うん、切って見せる、止めて見せるってのは違うから。うん、なんかね、その感覚がね、その養成ギブスやると、ね、みんなちょっと上がってね。ヒューマン。ヒューマ的なギブス。そうそう、だからなんかね、そういうので、ね、開眼するやつが結構いて、へー、うん、やりちゃう。タシもやりたいんですか。タシもなんかね、はい、あの、はい、チューブでぐるぐる巻きにして舞台女優の妖精ギブスみたいな。そんなですか、それは。わかんない、 S と M な感じ。そう、そんな感じ出ちゃいますよね。ちょっとノーマルなんで私、ね、ノーマルなの。ノーマルです。なんでそれがっかりするんですか。いやいやいや、新しい方向に、新しい方向に。まあ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 、すいません、はい、もう思いません。まあ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 、パワフルにね、はい、パワフルに頑張ってほしいと。はい、でも、そんなことを言いつつも、はい、そろそろお時間なので、はい、マジでまずいで、まずいで、まずいで、なので、はい、一応横山さんの次の舞台のスケジュールを、はい、タシちゃん読んじゃう。タシちゃん読む。はい、読みます。里見八犬伝ですね、はい、10月31日から11月17日まで東京公演で、新国立劇場、中劇場ね、はい、はい、で大阪公演が11月の22から23日2日間ですね、はい、2日間ですね、シアターブラバーというところで、うん、はい、でもう一つ公演がありまして、北九州の公演になりまして、11月の28日北九州ソレイユホールですね、ルーね、はい、ルーですね、はい、ソレイユホール、はい、ございますので、お楽しみに。ぜひぜひ、はい、よろしく頼むぜ、来てくれよ。じゃあ、おう、今日のトークのタイトルは、うん、はい、ミスター M のニコニコ散歩ファイナルパート2でした。したー。はいはい、はい、で、はい、まあ、すげえ兄貴ってことですよ。はい、そうですね。そんな兄貴たちと、はい、一緒にやってきたミスター M、 はいでね、はい、毎回の感じで、ここでヨコさんをって言うと、はい、先に乗って言うから、はい、ヨコさんが出てきまーす。こんにちは。こんばんは。こんばんは。そんな、我らが横山さんの今さ、腰砕かれた、はい、なんとか4回目は阻止しようかなと思って。マジで。まあ酒飲ませてもらってるからいいけどね。もう一回横さん、はいはい、スケジュールを、はい、タシちゃん読む、はい、うん、何こちら、タシちゃん読んで、はい、読んで、はい、タシちゃん読んだよ、はい、はい、ですね、里見八犬伝、はい、10月31日から11月17日まで、はい、新国立劇場、中劇場、うん、はい、東京ですね。次が大阪で11月22日から23日、2日間、はい、シアターブラバー、うん、はい、11月28日から北九州ソレイホールですね、はい、行われます。よろしく頼むぜ、頼むぜ。レンズフィルムプレゼンツ、濱田卓の俺には仲間と歌がある。この番組は毎週土曜日、国立 FM88.8MHz で聞くことができるほか、 YouTube でも配信しています。番組の詳細はwww.kunitachifm.com をご覧ください。番組へのリクエストやメッセージを随時募集しています。メールアドレスは info@kunitachifm.com、 国立の地は CHI です。お間違いのないようにお願いします。件名は番組名、濱田卓の俺には仲間と歌があるとしてお送りください。たくさんのメールをお待ちしています。では
今週もビクトリー。どうもね。